ハンマード・アサは、現在のアルジェリア北部を支配した、ベルベル人のイスラム王朝。ハンマード・アサの子祖ハンマード・イブンブル・キーンは、イフリーキアを中心に、アルジェリア北部から、リビア西部にかけての地域を支配した、ズイール朝の王族で、はじめズイール朝の総主権下に、アルジェの内陸にある都市やシールを統治していた。1007年、ハンマード・ハー・シールの東に、城塞都市部に、 ハンマードを築いて移り、アルジェリアの支配を奪取した。1015年、ハンマードは、ズイール朝からの独立を宣言し、さらに、エジプトを支配するシーア派のファーティマ朝と断交して、スンナ派のアッパース朝をカリフとして承認した。1050年、ファーティマ朝によって、アラブ遊牧民の大集団がマグリブに送り込まれ、 主に、チュニジアに住み着いた彼らによって、ズイール町は甚大な被害を受けるが、ハンマード・アサは、ズイール町との対抗上アラブ人たちと友好関係を結び、アルジェリアの平原に彼らを迎え入れて住まわせた。1080年頃からは、西の現在のモロッコで起こり、アルジェリア北西部を併合した村アビト町が、侵攻してくるが、アラブ遊牧民の支援によって不正だ。 しかしこのことは、アラブ遊牧民の干渉を受けて王朝が脅かされる事態を招き、ハンマード・アサは1090年にアラブの影響力を受けやすい内陸部の首都カルアを放棄して地中海沿岸のビジャーヤに移った。北戦後のハンマード・アサはもはや内陸への支配力を失ってビジャーヤからアルジェにかけてのアルジェリア中部の沿海部をわずかに支配する小国へと転落した。 弱体化後のハンマード・アサは、なおもビジャヤで、半世紀教にわたって、王朝を保ったが、1152年になって、ムラービト朝にとって変わった信仰のムワヒド朝に、征服された。ハンマード・アサは、イスラム帝国の支配が始まって以来、イフリーキアとフェスの政権によって分割的に、支配されることしかなかった。現在のアルジェリアの沿岸地域において、初めて、 アルジェリアを本拠とする政権として存立したことに歴史上の大きな意義がある。また、この時代に内陸部に多くのアラブ遊牧民が到来したことはアラブの征服以降もベルベル語が優勢であった、この地域の再アラブ化が進む上で大きな転機となった。ありがとうございます。